どうも、踊るディスコ室町ギターのまこまこまこっちゃんです。ベースのラ・マロカです。ドラムの伊藤丸です。いや、めちゃ久しぶりやなこの感じ、うん、ちょっと忘れかけてる、なんかこの忘れかけてるよな。なんか意外とこのビデオ通話自体も久しぶりな気がする。この、うん、確かに仕事とかそういうの以外で。いや、そうだね、うん、久々やな。おばちゃんの顔はよく見てるけどまあ毎日会ってますもんね。うん、おちゃんさんの顔は結構久しぶりに見たかも。確かに、うん、練習も最近ね、そうですね、ちょっと飽きましたね。あったりなかったりみたいな、うんうん、まあ来週また練習とライブありますから、うん、よろしくお願いします。そうで、まあ、せっかくのこのラジオ会でもういきなり告知するっていうことなんですけど大事に次のライブ、はい、5月1日日曜日、鶴舞 KD ハポンでライブです。うん、鶴舞っていうのは名古屋、うん、名古屋久しぶりです。はい、スキダドラマズっていうバンドの、新しい音源のリリースパーティーフローティン、出演がスキダドラマズ、踊るディスコ室町で、クリスピーカメラクラブと、うんうん、ボーイスカウトブラザーズバンドで夜のイベントになっております。はい、名古屋行くのめっちゃ久しぶりじゃない？めちゃくちゃ久しぶりですよ。いつぶり？でもさっき調べてんけど、うん、前回行ったのが2017年の栄スプリング。あー、栄スプね、名古屋のラジオ局がやってるイベント、大阪の FM802 みたいな、あ、ZIPFM か、名古屋の、あ、 ZIPFM だ、あ、思い出した、そうだね、うん、でその前が2016年に室町のアルバムのレコ発で行ってる。ほいほい、新しいニューネオ室町のレコ発。なるほどね、もう古すぎる、うん、なんと台湾デニムス天童寺ドミコっていうの、結構結構ね、今やったらこのメンバー集めるの大変ですよ。はい、ロックンロールの箱で収まりきらないメンツですね。うん、そう、名古屋のロックンロールっていうライブハウスでやったんで、うん、いや、なんかめっちゃ前やな。その前が2015年に同じ KD ハポンっていうところ行ってますね。はい、もうその時僕いないからね。あ、そうか、おらんのか。うん、なんやん、だからもう名古屋の思い出ほぼない僕らなんでよいろいろあるやろ。あ、でもその、うん、サカスプは毎 2,3 年連続で出てましたよね。うん、2回か3回行った気がする。うん、マルちゃんさんはまだ、てかマルちゃんさんが入ってからサカスプは出てない。サカスプどころか名古屋初めてやから。名古屋初めてですよね。おお、うん。名古屋でなんか楽しみなこととかありますか？ミセン。あ、ミセンね。ですよね、そうですよ、やっぱミセン実は僕も行ったことないんですよね。あ、そうなの。みんなで行くとかそういうあれじゃなかったんや。なんか、え、室町で行ったことあったっけ？おばあちゃん入ってから。ない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 ね。なんかいつも行きたいんですけど、ちょっと時間合わんかったりして、うん、なんかこうちょっとリハーサルとかがあったり、こう、うん、ちょっと遠いなみたいなとこやったりして、うん、そう、意外とね、みんなで行こうぜっていうタイミング難しいんですよね、あれ。そうなんだよね。うん、でもなんか室町の YouTube をめちゃめちゃ遡ると、うん、やばい、なんか松本さんエキサイトしてる。ご近所さん、ご近所さんのおばあちゃん、お向かいのごめんなさい、お向かいのおばあちゃんがすごいエキサイトしてた。何の話だっけ。あ、そうそう、室町の、あ、そうそう、ディスコ室町の YouTube を、うん、すごい遡ると最初の方に、うん、そのそれこそハポンと、
あとデイトライブかな、うん、あの名古屋のライブハウス 2days した記録が残ってて、うん、でもめっちゃ前、あの俺もおらんし、うん、だから最初のメンバーよね、あの新作さんとか師匠とかいた時、あもちろんドラムもライムもさんやし、あの、うん、台湾ラーメンは辛かったっていうタイトルの動画よね。あ、そう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 。でなんか動画の最初と最後で佐野さんっていう当時あのステージ上でダンスしてた人が、うんうん、あの台湾ラーメン食って店で、うん、なんかこれマグマみたいやんって言ってるっていう映像が残ってますんで、あコアな。アホです。アホ。コアファンの方は見てください。確かにマグマみたいや。辛すぎて。確かにちょっと表現としては、うん、そう多分今見てもミキさんめっちゃ若いやん以外の感想なかなか難しいと思うんですけど、他メンバー全員変わってるんで確かに。まあちょっと。そういう時代もあったということで、うん、そうですね、そうだからマグマみたいなラーメン食いに行かなあかんかもしれない、それは行きましょう、うん、で動画あげよう台湾ラーメンは辛かった、うん、2022リターンズそうやな、でやっぱ僕名古屋の思い出っていうかだいぶライブした回数も少ないけど、うん、毎回思うのは、うんうんうん、なんか誰か一人絶対ギリギリに到着したりとか、だからその結構キツキツのスケジュールで組む時が多いなっていうイメージがあって、あでサカスプだけかな、 なんか2017年のサカスプミキさんが確か出番の本当になんか3分か4分前に着いた時みたいなかったっけ、あったあったあったよね、あったあった、うん、あの時マジでヒヤヒヤした、本当に着きますか、あれはもう終わったって思ったよな、だって直前のサーキットイベントなんでリハーサルとかは特に あらかじめ用意はされてなくて、うん、転換の時にちょっとリハーするみたいな、うん、その時にはまだミキさん来てなかったから、うん、ああどうする、転換しててそうそう来えへんやんってなってどうすんのみたいな、しかももうそれこそサーキットイベントやから出番入れ替えるとかも絶対できひんし、まあまあまあ終わったって感じだったんですけど、なんかまあとりあえず音出しするかっつってジャジャーンって音出しバンドで音出してたらミキさんがジャケット羽織りながら袖から現れてかベックやベックなんですよ、ベックの世界ミキさんベックなんですよいやそれ確かにあれは、うん、あれはかなりなんていうかこれは終わったなっていう、うん、諦めてたもんな、そう一回そこまで思ったからやっぱりよく覚えてるよね、うん、あ他もギリギリの人いた、ギリギリっていうか思い返したらその前の年のサカスプは僕が多分熱出しててお自分かいあ違う、それさあれじゃなかった、なんか教育実習がどうとかそういうことじゃなかったそうですね、もう時効だからいいと思うんですけど、その時教育実習中の実習2週間あるうちの 中日の土日でサカスプ入ってて、うんうん、さすがに無理かなってなったんですけど、うん、やっぱりサカスプは出ておこうっていうことで、うん、本当に限界突破ですよね、無理して出ようとしたら熱出て、うん、熱出たまま新幹線で行って出番終わったら速攻で新幹線で帰るっていう、なんかだから思い出ないんですよその時のサカスプはそうか、そんなすぐ帰ってたんや、めちゃくちゃしんどかったその時で、その次の日からまた仕事っていうか教育実習だったし、あ全然覚えてないわそれ今のご時世やったら無理な話、今のご時世熱出てるやつ新幹線で来たらもう、そう今話しててそう今話してて、かんな、うん、変わったな5年前から変わりましたね、うん、常識が世の中、うん、変わったな、うん、熱出して
確かに新幹線出したらもう炎上します、もう社会的に社会的に殺されますよ、こんなラジオ出してたら社会的な信用を失うな確かに、すごい話やん、ね、でもそれほんま今考えたら、うん、ほんまよ、ほんまにそうよ、だって熱出てる人がさぎゅうぎゅうの密閉された空間にやってきてさ叫んだりするやろ、それすごいテロ行為やな、ほんまよ、そうか、でも確かに名古屋はでもだからあれじゃない、中途半端って言ったら言葉悪いけどなんかギリ近いからなんかそういうキツキツの日程とか組んじゃうんじゃない、うそうだよ ね、 あ、なるほどね、東京だったらもうちょい余裕持って出ようっていう思考になるけど名古屋だったら2時間で行けるっしょっていう、うそうそう、だからなんか直前まで仕事してたりさ、なんかまあ最悪新幹線で行ったらいいかみたいな感じで組んでるんちゃうかな、確かに、まあ、東京でもギリギリの時あったけどね、なん幾度となくあの渋滞で12時間ぐらいかかる、ああその時はもうまるちゃんいましたよね、いましたよ、ゴールデンウィーク、そうそう、ゴールデンウィークの真ん中に高速で朝出て東京向かったらもう見事にね、あの東名高速で動かれへんくなって朝8時に出て8時半に着きましたもんね、あの時12時間30分かかって渋谷に着いて30分ライブしてまた帰る、えそれもう2年前か、いやもう3年前よ、3年前ですか、そうだから19年やから3年前、うん、コロナ前やから2019年のゴールデンウィーク、そうですね、21、20、19で、ああのケツ死ぬシートじゃない、あ違うか、あ同じ時かな、ケツ死ぬシートだった、列かケツ死ぬシートだったケツ死ぬシートで、うん、ですよね、でだったら、そうか、一緒の時か、前さん後ろさん、あそうそう、だからケツ死ぬシートっていうのを説明すると、うん、あのそう何の話やねんって話思ってると思うんですけど、その時ハイエース借りて行ったんですよね、普段あのステップワゴンとか、うん、ああいうノアみたいな、うん、あの8人乗りみたいなちょっと大きめのワゴン車みたいなのを借りて、うん、あの車乗っていくこと多いんですけど、うん、その時はなんかハイエース借りたら安いぞっていう話になってレンタカー屋さんでハイエース頼んだら、うん、こう3列シートのハイエース来ると思ったら座席が2列しかない超積載できるハイエースが来てしまって、うん、普段はだからあのフォーメーションとしては前から222か、うん、231、うん、にして最後尾あの3列目のシートを半分荷物置き場にするみたいな、うんまあ、そういうフォーメーションで行くこと多いんですけどその時は33っていう330っていう超攻撃型のフォーメーションで確かに330を采配する監督あんまいないですもう守備力ゼロやんな守備力ゼロですよ超ねそう攻撃型のフォーメーション でそういう時大体オアちゃんがもう真ん中行けってフォワードのセンターフォワードの位置にセンターフォワードにそうだなそう組まれるんですけどそこ一番負担でかいんですよ血縁の膝もなバキバキなんですよそう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 シートもなんか途中でさその、うん、だからたまに何時間かに1回そのじゃあちょっと変わろうか言うて、うんうん、こう席をチェンジするわけですけどそう1回真ん中座ったけどもうこれ無理やろって思ったもんあのおばちゃんなんか何も言わんと座ってたけどかなり長い時間多分5時間ぐらい座ってて、うん、変わろうかって言って1時間座ったらこの人この状態で5時間乗ってたんかと思って。仰天したなあの時は、うんまあ、当然 俺はその間運転してたから別にまあそんなあれないけど、うん、いやあれはね、うん、でもめっちゃしんどかったですよ
だってついてだから渋滞巻き込まれてついてすぐステージ上がって演奏しなきゃいけないって言ってドラムのスツール座ったけどなんかすごい気持ちよく感じたからあの演奏してる時気持ちよかった、ね、気持ちよかったお尻ふわふわになってそう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 膝もよく伸びるするみたいないやねあのたまになんあの大きいトラックとかでこう引っ越しシーズンとかあの社員に挟まれた堺引っ越しセンターのバイトの人みたいなのああいるね運転席と運転席と助手席の間の席ねうんいますねそうあそこに挟まれておばちゃんが運ばれてたからあれほんまなあの違法やけどほんまは道路交通法上はダメですができるんやったらもう後ろ座った方があの荷物のところに座った方がなんぼかマシっていうそのレベルですよそのレベルのな状態やったな、うん、そうっす懐かしいですね時が経つのが早いあん時大変やったな確かに、うん、そうやでもあん時はあれやなあのイントロドンっていう発明ブレイクスルーがあったから、うんうんうん、渋滞を突破できてんなあの時は確かにそう考えたら久々の遠征だからまたなんか車内レクリエーション考えといた方がいいかもしれないです確かにまあ名古屋近いからなそんなにまあそうかはしゃいでる時間ないかもしれんけどあでこれ重要な話あごめんはいはいいやいいよ、うん、いや重要な情報を言い忘れてたんですけどその望月さんがお休みっていう、うん、あそうですねなんかこの話なんか特に前のライブも告知してなくてあれやったけど望月さんお休みですねそうなんですよそうそう、うんうん、はいあの消えてはないんでお休みということですねお休みねあくまでやめたわけじゃないそう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 うんやめたらあのツイッターに文章の画像を載っけて重要の大切なお知らせ、 知らせ、うん、しなあかんから長すぎてツイッターに載せられへんからあれってさでもなんであれ別紙にあれなんか いつからなんやろあの画像でお知らせするようになったのあれ不思議じゃないめっちゃあのカルチャーなんなんだろうね、うん、いつからいつからなんでしょうでもなんかこの 2,3 年ぐらいじゃないよく見るようになったんってもうちょっと前かうん、でも確かにそんな気するあの画像をタップして文字見なくても、うん、ああなんかやめるんだなみたいな分かっちゃうよねいやそうそうあの活動休止とメンバー脱退のやつねうんうんいやほんまなんでなんやろ全部さ文字が中央寄せになってるの大体確かに中央揃いで言ってるなたまにあの iPhone のメモのスクショで書いてる人もいるけどあるかもなそれはあるかも、うん、あのカルチャー結構不思議ですね確かに期限を知りたいね、うん、なるほどでなんやろ検索で出えへんようにみたいになるのかなああそれもある、うん、あ確かあるかもなあ不思議良い報告ではないからねうん良い報告でも結婚報告とかもあるかも、 あ、 でもあるかもまあ確かにあるよねうん確かにななんかあれの起源っていうか類似事例としてはなんか昔の芸能人が結婚した時のなんかファックスみたいなのありませんでした手書きでサインしてるみたいなはいはいはい、なんか字綺麗なんやなみたいなそこでそうそうあの感じちょっと思い出すっていうか、うん、なんかああいう感じで最後サインとかしてあったらなんか画像にする意味ちょっとあると思うんですけどてか手書きだったら手書きが含まれてたらねちょっと不思議やな、うん、てか普通に100文字字で収まらんくてあのツリーにするの全部見えんからああなってるんじゃないと、そうですね。それは絶対ありますよ、ね。それだけ。でもなんか、ね、そうそうなんかそれも思ったんですけど思ったしあると思うんですけど前はその場合なんかブログとか、うん、ホームページにリンクしてたような気がするんですよね。ああ。なるほどね。タンブラーとか。
ああタンブラー今も使ってる人いると思いますけど、確かに、そうそう、なんか画像になったなと思って、いや、そのツイッターからその他のサイトにリンクで飛ぶのが煩わしくなってきたんじゃない、みんなわざわざタップしてリンク飛ばないみたいな、うん、確かにな、確かにな、うん、僕でももうちょっとめんどくさいなって思ってしまう時があるから、お、だから興味ない人にもちゃんと全部見え、うん、見やすくしてるのね、親切ってことか、まあ親切だよねあれは親切親切や、めんどくさいっておばちゃんが言うから親切でやってくれてるんですね、親切設計でした、なるほど、はい、学びがまた、なんかめちゃこんなん言ってうちやってたりするんかなあれよくメンバー辞めたりしてたけど前はまだそれがメジャーなんてからやめたんじゃないそっかそうそうそうですよそうかも、そういうことにしとこう、うん、探さないでください、そういうツイートを探さないでください探さないでください、ありがたい、はい、いや、なんでそんな話になって、あ、名古屋ね、そう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 、なんか持ってるよね、望月さんはお休みです、そうそう、ね、レクリエーション大臣がいないからやっぱりいないから大人の話するか誰かが頑張るそれどう思ってんねん望月さんのこと望月さんおらんかったら大人な話するいやそうです、いやこれいい意味ですよ本当に、いい意味でね、うん、だってどういう意味、携帯のカメラロール見て動画とか保存してるの見てほぼ望月さんだってするんですけど、会話の内容ほぼないですね、なんなんそのなんなんカメラロール望月さんそうなんですよ、社内のレクリエーションなんかたまに発生するやん、うん、一回さ絵しりとりしてなかった、うん、なんかああ、ミキさんと望月さんとやった、広島行った時、うん、やったやった、なんか俺運転してて一個も参加できんのにさ絵しりとり LINE でスマホで書いて送り合ってて、なんか車内めっちゃ無言なんやんか、その間なんかシュポシュポお似てるとかなんか言ってて全然参加できん、めっちゃムカついてたあれ確かに社内レクリエーションとしては不向きな内容でしたね、不向きですよあれは、うん、やっぱ社内レクリエーション、うん、音声、ね、音声喋、うん、る、そうそう、ドライバーが退屈せえへんっていうのが一番の目的ですから、うん、あ、なるほどね、確かにな、うん、社内ラジオ撮ったらいいんじゃない、あ、それいいですね、うんうん、それしましょう、メンバー集まって、うん、あ、でもそれ、うん、ピンマイクいるか全員に、あー、そうか、スマホをこう持っといたらいいんか、みんなどうだろう、え、普通のあれ、あ、あれいつものカメラ回しとって音声だけ撮ればいいんで、うん、音声だけこのラジオ収録してるみたいに、あー、そうですね、それぞれ口元に持っといたらいいんかな、うん、それかどうでしょうスタイルで普通にあれもでもピン、まあ、フロントガラスの、ああそう、フロントガラスから、まあ、ピンマイクついてるか確かに、ちょっと縦でね、うん、テロップ入れてる途中で、うんうん、確かに社内ラジオいいですね、その音の問題だけ、うん、高速うるさいから、そうね、クリアして、どうでしょうスタイルしたいな、どうでしょうスタイルするか、いいやん僕こう持ってるんです、2022年に、うん、助手席で、ああ固定したらなんかで、固定したいけど、ああ固定したら多分その地響きでめっちゃノイズ入るんかなと思って、いやそれはだからさ、音声別にしたら、ああそういうことか、うんうん、なるほど、じゃあ次はそれお楽しみにということですねはい、うんうんうん、ラジオいいですね、ちょっと、うん、昔はさ、うん、昔は名古屋電車で行ってたやん、その時代おばちゃんいた、いや、いないですね、だから僕新幹線でしか行ったことないですよ、車以外だと、ああ、なんか一時期2015年ぐらいとかかな、14年とか5年とかぐらいの時に、
なんかやっぱ車で行くの危ないみたいな話になって、ああ免許持ってたり取り立てだったりする時期ね、みんなそうそう、みんなみんなっていうか俺とか取り立てやから、うん、取り立てってか持ってなかったんかな、運転できる人少なかったのかもしれない。で、うん、ちょっと危ないし夜行バスとかで行こうっていう時期があって、はいはいはい、もうどこでも、うん、東京でも広島でも全部夜行バスで行ってて、うん、で名古屋だけはこれ在来線で行けるやんってなって、あ京都からの人はあの京都駅から JR で大垣まで行って乗り換える、うん、やつで、あれ2時間半ぐらいで行けるのかな。あ、そんなもんなんや。案外近いですよ。そうそうそう。電車でも。で、俺はその時京田辺に住んでて、うん、京都駅まで行かずに近鉄で行ってたんや。ああ、なるほどね。そう、近鉄で株主優待券をあの金券屋で買うと1500円で行けるんですよ。すごいね。4時間ぐらいかかるんですけど。マジで。ああ、いや、まあまあまあ。でもまあ新幹線で行ったらまあ5000円とか6000円とかかかるんで。6000円ぐらいかかるね。うん。そうそう。そうそう。まあ京都駅まで行くのも考えると6000円7000円かかるから、うん、まあ往復3000円で済むと思ったらまあそういうバイトかなと思って朝早く近鉄で、ね、ちんたら4時間かけて行ってましたね。1500円で行く方法、そうそう、皆さんあるらしいですよ京都から。近鉄遠征の方はぜひ、うん、あの、うん、大黒屋みたいなところに売ってるんで株主優待チケット耳寄り情報ですね。マジ、うん、1500円で行ける、1500円いけるいける、時間めっちゃかかるけど特急で行ったこともあると思う、森さんと。あ、なんか喫煙車両あってその時、はいはい、へえ、ギリギリあったのかな、なんかチタバコ臭い特急で行った記憶あるな。今もないんやろな。うん、なんか新幹線も喫煙車で行ったことあると思う、なんかゴールデンウィークかなんか。うーん、それ5年前とかでしょ。そう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 、喫煙車って響きがもうなんならもう昭和ぐらいなんかなって思う。いや、そうそう、でも特急はまだあったんやわその時でも。あのさ、肘掛けのさところにこうパコって開ける灰皿ついてて、はいはいはい、みんなこうハーってタバコ吸ってトントントンってすごい臭かった記憶あるな。いい時代です、ね、そこしか取れへんかったやろな多分。なるほど、まあ進化してドライビングテクニックも向上してるんで今回は車で行くと、いや行きましょう、早めに行って店食ってライブしてみんなと会って帰ろう、うんうん、そうな当たり前のこと言っちゃった。うん、でもそうそう、好きだドラマズもすごい、うん、それこそその台湾ラーメン辛かった時代から多分付き合いあるし、だから10年来の付き合いってことよね。すごいな。うん、で、クリスピーカメラクラブやってるミサッティも相当初期から室町と交流あるはずやし、あれかな、あのオーディションでヤマハかなんか、何やったっけあれ、ヤマハかなのオーディションで、そうそう、ミューレボや、ミューレボ、ディスコ室町と美里さんと中村佳穂がなんかあの共鳴してたっていうなんかその後もイベント一緒にやったりして、うん、すごい話や。ほんでボーイスカウトブラザーズバンドっていうのも僕この間別のバンドで一緒やったんですけど、うん、あの、好きだドラマズの、あのサークルが一緒やったらしい。うん、なんか、ね、ディスコ室町のこと聞いてますみたいな、うん、なんか好きだからよく聞いてますみたいな言われて、うんうん、何を言ってたんやろって気になったからちょっと
当日確認しよう。いや面白いメンツですよ。うん、名古屋の人はぜひ、うんうん、来てください。東海地方の方面の方は来てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。そう、これがメインコンテンツやから、あとはもう余談ですよ。今あのチャカチューンってやつ入った。入ったね。あ、聞こえたもん。もう、うん、編集上手やからな、やっぱ。じゃあ近況報告でもします。しましょう。導入悪いかこれ。いやでもまるちゃんさんには最近本当に会ってなかったんで。うん、うん、あ、そう、でもなんかラジオで話すネタありますかっておばちゃんが LINE したら、とっておきのやつあるよって、ね、おっしゃってましたもんね。はい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 。まあまあ名古屋つながりで、くしくも。おお、うん、そうかそうか。そう、あのね、ラッパーのね、コーサってね、コーサ、コーサ、うんうん、あのフレシノとのねアルバムとか有名やけど、うんうんうん、もう一番僕ほんま、もう世界で一番好きなラッパーなんですよ。世界で一番好きなんや。もう世界で一番好き、うんうん、もうね、それがね大阪のねクラブでねライブやるっていうんでね、うんうんうん、行ってきたわけ。クラブ、クラブ、クラブ行ってね、もうそれも最近。そう、もうこのご時世にクラブなんてね、なかなかね行きづらいですね。なかなか行きづらいです、うん。てかあんまりクラブとか行ったことないの俺、正直。まあ確かにライブハウスはね、うん、我々よく行きますけど、あ、そう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 、微妙にちょっと界隈が違うというか、うん、怖いやん。でもちょっとわかる、ちょっとわかる。え、それどういう、あの、どういう箱っていうか、どういうクラブやったんですか。ガチクソチャラクラブ。じゃあこう、やっぱ調べるわけ、うんうん、こういうところで外国人のお客様が多いクラブですみたいなのがあるわけよ、アフィーブログから。怖っと思って。すごい、外国人のお客さんが多い、多いクラブ、うん、バクチャラクラブ。あ、行ってみたら実際バクチャラクラブやったんですか。うん、バクチャラ。あで、エントランスのボディーガードもクソデカ日本人で。ああ確かに、でもエントランスでボディチェックされるクラブ行ったことないかもしれん。あんまないでしょ、うん、だから俺も初めてやって、そういうクラブ、うんうん、もしかもなんかエントランス、まあ、クソデカ黒人とかだったら分かるけど、クソデカ日本人やったから逆に怖かった。逆にね逆に、うん、でも行って、入ってなんか終電で行って、あ、だから深夜やったんや、だからイベントが、そう、心斎橋のクラブやったから、うんうん、終電は好きで、まあ、12時半ぐらいに着いて、うん、で黄砂のライブが、まあ、2時ぐらいから、はいはいはい、だから1時間半ぐらいそのバクチャラクラブで、クラブで所在なさげに、うんうん、酒飲みながらタバコ吸いながら喫煙所でずっと、喫煙スペースでずっと、うんうん、こう見てたわけ、うん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 、で、まあ、もちろん行った理由にも黄砂見たかったもあるんやけど、うんうん、なんかクラブもしかしたら楽しかったらなんか儲けもんやなみたいな、あ確かに、クラブ行くんが、うん、なんかそういうもし見つかったらそこちょっと楽しいなと思って。確かにいいですね。もう10分ぐらいでもう無理やった。無理ない、ね、帰りたいってことですか。もう帰りたい、もう無理やと思って。でも、まあ、それと一緒に行ったんやけど、あ、もういや、もう俺は無理かもしれない、マジか、コーサ待たれへんかもしれんつって。でも1時間ぐらいですか。1時間半、ね、1時間半かな、あ、もう、もう本でもうずっともう喫煙スペースでタバコ吸って、もうほんまもううるせえし。あ、それ何かかってるんですか、音楽は。いや、もうバクチャラ EDM とか。コーサ出るイベントでもそんなバクチャラの EDM、 あ、もうそう、これ全然関係ない関係ないんや、関係ない。バクチャラ EDM でもなんかみんなこう、うわー、この曲来たみたいなやつやってて、もうほんまにもう、あ、もう俺も終わったと思った。終わった。かわいそうに。もう俺終わりやと。でももうなんかその12時半ぐらいに着いて、うんうん、1時間ぐらい経って1時半からあと30分したらコーサー出てくるよ、うんうんうん、コーサーがついにと思ったらちょっと楽しくなってきて、はいはいはい、
ちょっとメインフロアとか行って、うんうん、酒飲みながら音楽うわーとか言ってた俺も。いやでもそれはいい、いい感じですね。そうですよ、うん、楽しくなって、まあまあ噂にたがわず外人とかめっちゃ集まってきたわけ。やっぱいるんや、外国人の方が。やっぱ ネットの情報は正しいな。すごい、うん、アフィリエイトブログも捨てたもんじゃない。アフィリエイトブログも正しいなと、うんうんうん、まあ、んでもめっちゃ騒いでうわーっつってで2時になったわけ、うんうん、ああコースター出てくるなと思って、うん、とうとう全然出てこねえの。あ、出てけへんねや。全然出てこねえの。時間になったのに出てこずにまだかよと思いながら、うん、全然知らん音楽でみんなが騒いでる、あ、この曲来たってなってるとこで俺はもう知らんからもうやーってなってるもうええわと一緒に上がってたんや。一緒に上がってずっとらもう20分越しぐらいで高坂わーってきて、うわーうわーってなと高坂ついにうわーっつって絶頂して、で1曲目はあのフレシノとのラブ、はいはいはい、あ、うん、いい曲です。あれやってて一人でやってて、うん、あ、そう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 、もう俺ときめいたよ、ときめいた、ラブに、ああ、なんでまあ実質ほんま20分ぐらいやったんかな高坂のライブが。あ、そんな短いんですか。めっちゃ短かった。だからそのなんかワンバースぐらい、あの誰かとのフューチャリングとかあったらワンバースぐらいで終わるし、うん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 、うん、だけどほんまもう一瞬で終わって1時間半待ったのに、うん、1時間半待って20分ぐらいで終わったわけ。短かったけどでもめっちゃ良かったよ。ちょっとああ、いやそれは良かったですね。めっちゃもう結構泣きながらちょっと見てて、へえ、あれこの後物販やるんで来てくださいって言って、うんうん、もう一目散に行ったね。一目散に行って、うん、来ました。こうさ、あ、本人が、あ、うん、意外とちっちゃいの、俺ぐらいの身長って。あ、そうなんですね。そう、あので横幅でかいの、ね、すげえでかい印象ありますね。結構小さくて、お、ちっちゃ、こうさ、あ、こうさちっちゃいんだ。で物販やってたから T シャツ売ってたから、 T シャツ、あ、これの L ありますとか、あ、ありますよ、いいお客さんやな、誰ですかつって、うん、つって、でめっちゃ好きっす、マジ好きっす、ほんま好きっすすごい、いやマジもうすごいヘッズみたいな、いざほんまに好きな人の会うとほんま何も言葉出てけへんって言って、いい話、いやマジ最高っす、マジ好きっすいやもうほんまマジで1時間半待ってますからね。1時間半はですよ、うん、ね、まあ、写真も撮ってもらってさ、あ、送っていただいた LINE グループで、うん、LINE グループで送って、うん、なんか、いやほんま、でもあれやね、やっぱ好きな人に会いに行かんといかんなって思ったね。めっちゃなんかギュンそう、すごいまとめでやったな。まとめ言い方で、いやでもマジでそう思ったもん、うんうんうん、好きな人に会いに行って好きな人に好きって伝えることの重要性を僕は改めて思ったね。そういう曲作った方がいいんじゃないですか、うん、好きな人には好きって伝えるんだ。やばいやばい、着歌やん、それもう着歌やん、着歌アクアタイムズ、ね、それはもう着歌やん、でもいいですね。いやもうあれはちょっとかった、え、その後は始発まで踊って帰ったんですか。いやもうそれもすぐ出て行ったすぐ帰ったすぐ帰って、うん、まあ、心斎橋からまあ大阪駅までそんなまあ30分ぐらい歩いて30分ぐらい、はいはいはい、うん、そう連れと歩きながら酒飲んで、うん、いやマジここすごかったねっつって、うん、やっぱ交際やばいっつってそう言いながら帰ってね、いい夜やったね、あれは、いい話やな。うん、そんなっていう、ね、イベントをあれしてたんですね。いや送ってたっていうか、そうそう、経験されてたんですね。そうそうそう、どんな話かと思ったの、なんな出てけえへんとか言ってた。いや本人出てこんくて、ぶち切れて、うん、ぶち上がって知らん曲でEDM でぶち上がってそのまま終わるんかと。ぶち上がそんなわけない、いやちゃんと出てきた。あとやっぱあのクラブ文化とはちょっと相慣れないなって思っていう。あそこはでも楽しいんだけどやっぱ厳しかったですね。やっぱ、うん、やっぱ黄砂がおるっていう、ね、あ、それがやっぱ大前提やったから。黄砂僕も一回見たかも、あの、あ、マジで森道市場で出てたんかな、だから
なるほど、ね、それこそ地元愛知県のイベントなんで、ね、うん、なんか地元のラッパー連れてきてみたいな感じでしたね、はいはいはい、確かに、まあ、言われてみたらちっちゃかったのかもしれんな。ちっちゃいのびっくりしたよ、うんうん、意外とね、うん、なるほど、好きな人には好きって伝えた方がいいという、そう、いや会いに行ってね伝えるべきやいい話やないい話やろ、今だからこそ伝えたい言葉ですねあちょっと意味かな、コロナの時代だからこそなるほどね、うん、まあまあそうですね、うん、実際やった方がいいぞと、間違いないです、あ、そう、あ、じゃあ僕も近況報告すると、はい、はいはいはい、その実際会った方がいいぞ話かもしれないですけど、ほう、やっぱ4月に今年はもう、うん、なんていうか時間の許す限り花見した方がいいんちゃうかと思ったんですよ。おお花見ってやっぱ僕花見結構好きなんですけど、好きで毎年学生の時から4月とか3月末くらいになったらこう人を呼んだりして友達とか、あの鴨川とかでねこう毎年集まってお酒飲むっていうイベントやってたんですけど、最近はやっぱりちょっと控えてたんですよ。最近ってこのここ1、2年はまあね、そうそう、ちょうど厳しい時期やったんで、特に去年一昨年とか、うん、でもまあ花見できる時期限られてるし、まあ外やからちょっと距離空けたらいいんちゃうかということで、まあ、それなりにねちゃんとマスクとかして、うん、集まったんですけど、その時に一個技を発明して、ほう、技ね、花見って寒いんですよ。そうね、そうそうそう、これマジで毎年忘れてしまうんですけど、寒いんですよね、3月末とか4月上旬、うんうん、もちろんあったかい瞬間も何時間かあるんですけど、うん、だいたいもう3時過ぎたぐらいからちょっと寒いなってみんな言い出すっていうのが、うんうんうん、毎年あるなって気づいたんです僕は、うんはい、今年は忘れてなかった。でちょうどまあお酒飲むのも、お酒飲んだらやっぱりこうマスクも外したり、こうなんていうんですか、声も大きくなったりして良くないぞっていうこともあるんで、お酒じゃなくてやっぱあったかい食い物あった方がいいやろっていうことに気づいて、うんうん、米炊いたらいいやんっていうのに気づいてしまったんですよあんま結びつかんけど米炊いたらいいやんわあったかい食い物あった方がいいやろと思って、わーわーわー、釜飯をね炊くっていうのを発明したんですね今年は。へえ、そう、ドアちゃんはだから花見でも実際食べたから、そうだね、実はその釜飯の味を知っているなるほど、釜飯メイトですね釜飯メイトそうそう、あのね、ちっちゃいこれぐらい、これぐらいってラジオであのあれやけど、手のひらぐらい、もうちょっと小さいかなの、なんか握り拳ぐらいの大きさかなの、なんかガスバーナーみたいなの売ってて、はい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 、それにこうガチャンってカセットガスつけて引いてるってやつなんですけど、うん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 、これ使ったら羽釜で米炊けるっていうのに気づいて、へ、何回かね実験したらできたんですよ。あのなんていうんですか、羽釜、あの釜飯丼ってアンパンマンにいるじゃないですか釜飯丼の頭ぐらいのお釜持ってるんです僕で、それをこうガスバーナーの上にセットして米と鶏肉ときんぴらごぼう入れて炊くっていうのをね今年開発したら、やっぱりねすごい良かった。なんていうか、まあ、同じ釜の飯を食べる仲間って言いますけど、はいはいはい、やっぱなんか仲間感すごいああそうそう、ね、あるんですよ。へ、なんかその特におばちゃんにその釜飯食べてもらった回の花見は、
すごいなんていうか、僕のサークル、大学の時のサークルの友達とか、その別のサークルやった友達とか、あとなんやろ、ミュージシャンの友達とか、あとバイト先の子とか、なんかいろんなやつ混ぜたんですよ。例えばなんかサークルはサークルとか、そのバンドの友達はバンドの友達とか、なんかそういうだいたい分けてセッティングすることが多いと思うんですけど、飲み会とか、今回はもう混ぜてしまおうと思って、なんかあたりなんていうか、そういうなんていうんですか、分けずにね、全部同じ会に呼び出して、釜飯壊したんですけど、なんかね、でもみんな仲良くなってました、すごい。仲良くなってたよね。なんならその集まった人たちの中で僕だけ全く多分まこっちゃん以外とあんま接点ない人だったと思うから。そう、こいつ一緒に住んでるねんっつっておあちゃん連れて行って、あと大体あのサークルの友達とかそういう感じで、そうそう、あ、初めまして、友達増えた、そうそう、友達増えたよね、友達増えた。で、初めましてって言って、なんかその大学の新刊みたいな感じで自己紹介して、どこ住んでるんですかみたいな話してたら、まこっちゃんがその釜飯用の醤油を忘れたっていうので、一回家に帰っちゃって、あ、そうね、その近くで全員と線がつながってる人が消えたんですよ。一回帰るわ。あれどうするって、そう。でもなんかその初めましての感じだから、まあなんかその様子伺いながら家とか住んでる場所とか聞いて、あの会話してたら、あのまた違うコミュニティの人がまこちゃん帰ってくる前に来て、知らんやつ来た、そうそう、知らんやつ来たから、僕あのその時に出会った人のことをなぜか紹介するっていう意味わかんない、初対面の人に初対面の人を紹介してて、そうそう、初対面の人に初対面の人を紹介するっていう、すごい変な、 なんか構図になりましたけど、いやでも楽しかったです。でもやっぱね、もう学生の時と違ってやっぱ大人やから、それなりに初対面同士集ってもなんか会話できるんですよね、なんかなんていうか。いや、できますよ。やっぱそれ忘れてた、すごい。学生の時ってちょっとそれ嫌じゃないですか、なんか他のサークルのやつとか一人来るだけで、ちょっとなんか気使い合うみたいな、牽制し合うみたいな感じになっちゃうんですけど、いやでもすごいね、あのみんな仲良くなってたし、あとその釜飯炊いてたら、やっぱあれ、あのなんていうんですか、まあ、炊飯器とかもそうやと思いますけど、炊き上がる前にこうシュン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 って、あの湯気っていうか水蒸気がこう出るんですけど、それシュン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 って吹き出した時ぐらいに、みんなおいい匂いしてきたなみたいな感じで、なんか自然と火の周りに集まってくるんですよ。なるほど。みんながなるほど、別に告知してないんですけど、炊けてきたぞとか、はいはい、みんなね、勝手に集まってきて、なんかすげえいいなって思いました。なんていうか、多分弥生時代とかも、はいはい、土器でお米炊いてた時もみんな、なんかあ炊けてきたなみたいな感じで、こう焚き火の周りに集まるみたいな、なんかそういう時間があったんやろなってすごい感じたんですよね、その時。なるほどなるほど、なんかご飯がこう作られて、なんかまあお店とかで飲み会しても、飲み会とか集まってご飯食べても、作ってるとこまあ基本見ないですよね。まあね、そう、でもそれがやっぱ目の前にあって、そろそろできるっぽいっていうのが、なんていうか、みんなに見えてると集まるんやと思って、でしかもまあそれをみんなで後で分けて食べるわけですから、なんかやっぱね、文字通り同じ釜の飯を食った仲間として、なんかみんな仲良くなってて、俺は面白かった、なんかみんなはどう思ってんか知らんけど。いや、そのオーガナイズしてる側は多分でもめっちゃその新鮮っていうか、だったと思う、その気持ち、なんとなく。いや、そうそう、なんか地元に大学の友達来たみたいな感じ。そうで、大抵そういう時ってうまくいかないんですよ。あ、そうそうそう。なんか変な感じで終わるよな。
そう、自分だけ張り切ってるみたいな状態になっちゃうんですよね、うんうん、なんかこう紹介してでもなんかお互いあんまうまく喋ったりとか、なんて打ち解けられなくて、うん、どうにかして仲良くさせなってもらおうと思ってこう僕だけ空回りするみたいなめっちゃあったんで空回りしてたんやしてたね。やっぱでもそれって高校生の時とか大学生の最初の頃とかだったから、うん、今大人になってからそういうのはいいかなと思うので、ぜひ皆さん僕の地元に来てください。え、何それ、トーク泥棒やん。なんでおばちゃんが落とすね。トーク泥棒された。何言えばいいか分かんなかった。しかもなんか地元に来てくださいっていう、ね、そのいい PK だけ決めるやつやトークドロボ、まあ、PK だけ決めるやつや、トークドロボ得点力やっぱセンターフォワードやからほんまやな、何でもできるわな。ポストプレーもドリブルで切り込んでいって最後は PK もやる、やっぱストライカーやな、ストライカーやったな。ああそうでした。まあいいや、はいはい、すいません。まあ、その時のことは詳しくはあのデイリーポータル Z の花見は寒い、必要なのは釜飯だっていう記事に書きましたんで、あ、概要欄に貼っときます、うん、概要欄に貼ってください。みんな読んでください。はい、はい、というわけで今回の久しぶりのラジオ室町でしたけど、うん、今これエンディング流れてる？流れてるかな？ギタースイート流れてるね。ダッ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 ダが流れてるか。いやなんかでもすごい面白かった今回。いや思い出話ができてよかった。うん、うん、まあ、この続きはミキさんも交えてまた社内ラジオ撮りましょう。社内でね。うん、社内ラジオ楽しみやな。4人で撮ったことないからね、うん、ラジオ。まあそうかもね。うん、社内ラジオどうやって撮ったらいいんや。うん、楽しみ、やりましょう。うん、じゃあそんなわけでよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、はい、お相手は、ディスコ室町のギターのまこまこまこっちゃんと、ベースのラーマローカット、ドラムの伊藤あるでした。はい、ありがとう。さよなら。さよなら。